今日は10月31日、月末ということで、支払わなければならないものが多々ございます。はい。まず、国民健康保険料ですね。はい。国民健康保険料が第5期。まだ5期なんだ。半分でやっとね、5期分。令和4年10月31日が納期限ということで、支払うということで、まあ、これはね、約、どれぐらいですかね。そして、市民税ですね。県民税も来ました。はい。こちらは第3期ですね。第3期。4期、これ4回で支払うので、あと1期で終わりですけど、これは、そうですね。桁が違いますね。はい。でもこれ4期だからね。4期でこの、健康保険料が高いです。はい。健康保険料、年間、この金額でしょ？だから、結構払ってますね。100万はいってないと思いますけどね。100万いかないね。100万はいかないけど、それに近い金額を支払う。そして、さらに来ているのは、予定納税第2期分ですね。はい。これは、申告所得税及び復興特別所得ということですね。今年は、これもっと高い。これよりもね。これはほら、これ2期で払ってるから。こっちは4期だからね。まあ、それ考えればあれなんですけど、これ市民税だからね。所得税よりは市民税の方が高いから。で、こちらですね、下記の納付期限までに、上記の金額をこの納付書で、金融機関または当税務署に納付してください。って書かれてますね。それでですね、これね、納期限を過ぎて納付されますと、納期限の翌日から完納の日までの期間について延滞税が加算されますということが書かれております。ね、これ、あれなんですよ。予定納税なんですよ。本来だったら、3月15日までに払うものなんですよ。本来はね。それが、先に払ってくださいと。その時にまとめてたと大変でしょ？だから先に計画的に払っとけば楽ですっていうようなことが、趣旨が書かれてたと思います。はい。趣旨が書かれてると思います。ただですね、それなのに、延滞かかると。払わないと。おかしくないですか？先に払わない。法律的にはどうなんですか？いや、それは当たり前だよと。ね、納期限を定めて、いや、まとめて払って3月15日じゃダメなんですかね。ダメなんで、ね。難しいですね。はい。延滞税の割合、括弧中は、年7.3%。納期限の翌日から2月、えー、2、2月を経過した日以降は、年14.6%だって。恐ろしいですね。14.6%だって。すごいですよね。大変だ、これ払わなかったら。もう、どん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 、もう、それで、差し押さえだね。そういうことになっていくということでしょ？恐ろしいですね。ということで、これはね、ただね、11月なんです。まだ支払いが。ってことは、まだ払わない。そうですね、焦って払う必要ないですよね。そう。焦ってはいないんだけど、そんなに急いで払う必要はないっていうことですよ。コンビニエンス用バーコードで払えるかな。いつもね、PayPay で払、PayPay でこれ払えないから、もしかして。PayPay で払えないと困っちゃうから、ちょっと一応ね、確認しておきますね。PayPay で別に払う必要ないんですけど、でもチャージしてね、行かなくていいから、払いに。楽でいいかなっていうね。ダメな場合もあるんですよ。あ、この事業者は利用できないから、これはもう現金払うしかないですね。払いに行かないとダメだ。もしくは銀行で払うと。ね。こういうのが来てるんですよ。去年から来るようになりました。去年から来るようになりました。はい。で、どういうことかというと、やっと人並みになってきたっていうか、人並みっていうか、ある程度のちゃんと収入があるようになったってことですね。それまでは もうそんなのない、来ないですよ。少ないから。それじゃ生活できないでしょっていうぐらいの金額でしたもん。ね、これも皆さんのおかげです。ね、そういうふうに一応ね、ことになりますよ。はい、ね。ね、動画はそんなに、動画の収益はそんなあれじゃない、大したあれじゃないですけど、はい。やっぱりね、うちにバイクを買いに来ていただける。ね、整備に出していただける。それによって、うちの、生活が成り立っているということになります。はい。もちろんこれがね、動画によって生活できてるって言ったらいいですよね。そういう方、やっぱりいらっしゃると思いますけど、ね、そうなったらもう、じゃないですか。まあ、なかなかね、そういうことはあれなんですけど。はい。ということでですね、支払い、
流行りますね。いや、今チャージして払ったの何万ぐらいだろう。18万ぐらい。2件でね。あとあれ払うでしょ。それはもう現金でしか払えないから、行って、十何万だ、これ。何万払って。ね。そして、それを、これね、税金いくらさ言うと分かっちゃうでしょ。あ、じゃあ収入そのもん、それぐらいなんだ。大体分かる。税金言うと分かっちゃうんで、大体のね。うん。危ないですよね。国民健康保険料もそうですけどね。うん。国民健康保険料のマックスっていくらなんですかね、年間ね。確か昔なんか60何万だっていう話を聞いたんですけど、今なんかね、もっと上がってますよね。うん。80何万でしたっけ。で、2人とかだと100万超える、以上もあるんでしたっけ。配偶者とか言うとね。うん。名前変えた方がいいって、毎回私は言ってますけどね、国民健康、ね、保険料、保険じゃないでしょ、これ。保険って、まあでも保険の意味はそういう意味じゃない、別に本来の意味はそういう意味じゃないよっていうことかもしれないですけど、ほらいざっていう時に実費で払いきれないね、だから保険かけとくっていうね、うん、いざっていう時のためにですよっていうような意味合いだと私は勘違いしているかもしれませんが、国民健康保険料ってはっきり言ってそんな年間ね100万近くね医療受けないから普通は、うん、多くの人はもうほとんど受けないでしょ。うん、まあ、もちろん入院したりとかね、なんだって言ってそういう方もいらっしゃいますよ、ね、昔は1割負担でしたもんね、社会保険はね。でも社会保険でさ今3割負担でしょ。国民健康保険は昔は3割負担で、国民健康保険は損だよねみたいな、ね、やっぱりあれだよねみたいなあったと思うんですけど、いやー、まあ、破綻仕掛けてるのはね間違いない。年金とかもそうだと思うんですけど、ね、破綻仕掛けてるってことないですか。そんなことないですか。まあ、この借金まみれのね、日本でさらにまたお金をばらまこうとしてるでしょ、ね、とにかく借金を重ねたいみたいですね。借金返済するっていうこと誰も言わないよね。なんで言わないんですかね。それよりもお金をばらまきますよって言いたいんだよね。これだけ出しますね。ガソリンだの高くなってるから、じゃあガソリンかけてる税金下げりゃいいじゃないとは言わないんだよね。それはしないんですよ。それはそのままでお金を、ばらまくっていうね。なんですかね、減らすことを考えてもいいんじゃないかななんてね思うんですけど、やっぱそれはダメですかね。どんどんやっぱりそうするとお金を、ね、増やすことを考えなきゃいけないってことですよね。そうするとそういうプロの方がいらっしゃるね。それが国でそれをやって、で国民には税金かかりませんみたいなような国になったらいいですよね。まあ、資源がなきゃダメですか。資源がなくてもなんとかそれをしなきゃね、資源がないからうちはダメだよって言ってるじゃ話にならないから、何かこうやってほしいということなんですよね。うん、ね、まあうちは大して税金払ってないからですけど、ね、知り合いの方が言うんですよ。朝起きると5万、あ、今日もまた5万かかる。なんだっていう感じですよね。1日5万ぐらい税金かかる。それだけだって収入があるんでしょっていうことにもなるんですけど、やっぱりなんか痛くなりますよね。そうで、国に税金をね、納めても別に、お疲れ、あ、ご苦労様でした。そんな感じでしょ？当たり前だけどね。ご苦労様でした。ありがとうございました。一言もないからね。まあ確かに、税務署の人がありがとうございました言うのも変だけど、ね、まあ、ご苦労様っていうのは失礼だよね。なんかね、1日5万っていうとね、どれぐらいですか？年間365日でね。計算しても、だからそんなね、と思うでしょ。普通はびっくりしますよ。だって355で150万だもんね。そうですよね。例えば5万とするとね、かける365日だとね、1825万なんですよ、税金としたらね。もしね、それがそうだとするとね。でも1825万の税金ってすごいなと思うけど、収入にしたら多分どれぐらいなんですか。千万ですよ。5000万とかですかね。全く経費かかってないとやっぱりかなりね、まあでもこれだけ持ってかれちゃうわけだけど、でも5000万とか稼いでる人っていっぱいいるわけでしょ、実は世の中に。とかこれぐらい税金払ってる人いっぱいいるわけですよね。そう、だって何年分かの収入だもん、これうちの。それで税金払ってる人がいるんだ、身近で。
恐ろしいですね。だって、まあね、役員報酬なんて言っていうのもね、なんかすごいですもんね。億単位ですもんね。しかも何十億とか、何百億って人、使い切れないですよね。っていうか、税金どのぐらい払ってるの？そういう人に限ってあんまり税金払ってなかったりしますからね。うまいことね。そんなことないですからね。そんなことないですね。はい、役員報酬の場合は、不労収入にはならないですよね。どうなんですか？そういうのね。まあ、お金持ってる人が、お金がいっぱい入ってくる人ほどちゃんと増える仕組みに世の中になってますからね、はい、そこがまあやっぱりね、かといってじゃあみんなに分け与えないって、そうするとそれはなんとか主義だって、俺はダメだっていうなんでしょ、まあ確かにそうだとね、うん、じゃあどうしたらいいんだってね、なるようにしかならないということになるのかもしれないということですね。はい、ということでですね、はい、いやー大変だな税金大変だな。そう、税金をでもこれね、自分で払う、ほら自分で払うって言うとあれですけど、申告書は自分でこうつけてるからね、で申告して払うでしょ、でこう来るでしょ、でこう払うんですよ、自営業はね。でサラリーマンの方は自分では払ってないんですよね、会社が払ってる、会社がもう払って、で残りをサラリーとしてねもらってるから、もう手元に来るときはもうそれが全部自分の給料という形だから、すごいですよね。だから税金に対してもっとこうね、こんだけ払ってるんだって、紙一枚で税金、こんなに税金払ってんだ、でも感覚的にはね、それを自分全額もらってそれをそこから振り込んだり、なんだりっていうことだと、やっぱりこうもう少し意識をね、っていうちゃんとやれとかいろいろ思う人がいるんじゃないですか。そんなのないですからね。はい、天引きだからね、わからない。なんとなくね、まあこんなもんなんじゃないのっていうふうに、ね、思っちゃうね。はい、そうすると税金に対してより厳しい、目をね、うん、っていうか政治に対してね、もうちゃんとやれっていうね、ことになっていくのかもしれないですね。なっていくのかもしれない。だから選挙まあどこに家だって一緒だよとか、いいよ行かないよとかいうことにはならないのかもしれない。かもしれないですよ。かもしれない。まあまあいろいろ考え方あるからね、一概にそうなんですけど、うん、まあとにかくね、税金ね、何になっちゃうの、そのね、東京国税局、こういうのが来るとね、一瞬なんだろうと思っちゃうじゃないですか。納付書送付依頼書ってある、なんだこれ、なんだろう、なんだろう、ちゃんと書いてある、ほら、申告所得税および復興、でもうちは安いからね、うちは少なまつ、まだ消費税はなってない。消費税は申告所得にまだ予定納税やってないから、それはなぜかというとそんなに少ないからそう少ないから、うん、うちだからそんなに売り上げないんでねそうないんですよ、うち儲かってないですからね、うん、お前儲かってんだろ、来る人来る人言うんですよ、儲かってるねーなんて、いや儲かってないですからっていっぱいあるじゃん、すごいねーなんて言う方いらっしゃるんですけど、いやそれはね、そんな冗談で言ってる人ももちろんいますよ。そうじゃない、なんかもうそうじゃない感じで言ってる人もいますから、いやこれ違いますから、ね、うちの在庫じゃないですから、うちはみんな在庫しててねっていうんじゃないですからね、うん、あでもグリップさんにも言われたな、今全然バイクないのにこんなにあるんですか、いやいやだからこれはみんなうちの全部在庫ってわけじゃないからって扱ってもんとかね、あとほらキノコの車両だったらいくらでも在庫できますよ、だって注文さえ来るんだもん、変なこと言っちゃうんですけどね、だから在庫はあるイコールすごいってことはないですよね。これがだってほら日本のメーカーのね大型バイクばっか並んでたらやばいですよ、うわってホンダ川崎のねが並んでたらもうすごいですねっていう感じになりますけど、いやキノコの車両だってもねそんなにねわってはならないですよ、はい、大丈夫ですかって逆に言われそうだな、そんなことはないですかね、はい、ということで、だって修理で扱ってるのいっぱいあるからね。はい、2桁でしょって。2桁あるからね。2桁は修理で。ほとんど半分は修理。ということですね、今日もやっていきます。まだこれ夜じゃないです。まあ、朝です、はい。これから仕事をするということでございます。ということで、お付き合いいただいた皆様、ありがとうございました。